還元を奉納する還元船還元祭は旧暦6月17日夕方に行われる五福島神社の祭礼行事である。日本三大船神事の一つとされる。歌川広重、64余名所図へないの岩島祭礼の図五福島神社を数形して現在の姿に造営した平野清盛が始めたとされる。平安系で行われていた還元遊びを 五福島神社の死神を慰める神事として取り行うようになった。平安時代、五福島は島全体が神とされ人が住むことが許されなかった。そのため、対岸の地御前神社から五福島神社まで還元船で還元を合奏する神事を行っていたが、鎌倉時代以降、島内に人が住むようになってからは、五福島神社から還元船が出業し、 地午前神社を経由して完了する現在の姿となる。現在は和船3層を横に並べて1層に組み、別の3層の船で栄光するが、かつては1層の大型船を使い自力で航行していた。元禄14年、還元船が航行中に暴風雨に相転覆寸前となったところを停泊して、風雨を避けていた大毛船と厳島神社に参拝する。 天馬船が還元船を救助した。この遭難事故以降、阿賀村と江場村が還元船を栄光することとなり、現在まで続いている。旧暦6月17日先進時であることから、潮の緩満を考慮し、大潮の日に取り行われるようになった。五福島神社周辺から、対岸の地午前神社周辺。ありがとうございます。